皆さんこんにちは。天才子役と謳われ頭脳明晰、将来は女優兼女医を目指す芦田愛菜さん。その大人びた雰囲気から、芦田愛菜さんが2022年で18歳になることを忘れてしまうほどです。となれば芦田愛菜さんも恋愛の一つや二つは経験しているはずと思って調べてみたところ、なんと芦田愛菜さんが同級生と恋愛をしているという週刊誌報道を発見しました。しかも相手は一般人ではなく、今やジャニーズの秋元風雅さんのようです。ジャニーズというよりは一世を風靡したあのテノール歌手の息子ということで、より身近に感じられる方も多いのではないでしょうか。そんな人物の正体、気になるところです。芦田愛菜さんプロフィール、ニックネーム愛菜ちゃん、本名芦田愛菜、生年月日2004年6月23日、身長168センチメートル、出身地兵庫県西宮市、最終学歴慶応義塾女子高等学校在学中、2022年現在所属事務所ジョビキッズプロダクション、学力はほぼオール5と言われている芦田愛菜さん。さらにテレビ番組の収録や CM 出演ともなれば、学園生活は机にかじりつくようなものなのではないかと心配になります。しかしさすがは花の JK、 素敵な出会いもちゃんとあるようです。厳密には JK ではなく JC、 つまり女子中学生の時代ですが、とはいえ学年などは青春の1ページとは関係ありません。記事には彼氏の名前が A 君として記載されていました。英語本来の意味ではボーイフレンドは彼氏ですが、この場合男友達という意味でしょう。過小なのかと思いきや、この A 君の肩書きとして紹介されていたのが、あのテノール歌手秋川雅史さんのご長男であることです。 A 君の A とは本当に秋川の A だったのでしょうか。それはさておき、芦田愛菜さんと A 君の関係について周りの保護者が語っています。なんと運動会ではお互いにエールを送ったり、和気あいあいと話している姿が目撃されています。これはちょっと驚きですよね。何しろフジテレビの丸物を着てでパンケーキを食べるシーンで、大きくパンケーキをカットしてしまい、セリフが言えない NG を出していたあの可愛らしい愛菜ちゃんです。芦田愛菜さんのことを初めて知った人はおそらく娘の初恋の話を聞いたような感じではないでしょうか。ところが後日談によると、この初恋は誤解だったそうです。 A 君は実は彼氏ではなく男友達であり、この記事を見た芦田愛菜さんの同級生たちは笑っていたとのことでした。ちなみにこの報道当時、テレビには有名な芸能レポーターさんが、芦田愛菜ちゃんは A 君の父親である秋川雅史さんとも仲が良く、家に遊びに行っていたことを話していました。しかし対はなく、ただの友人であるという旨でしたね。とはいえ秋川雅史さんのご長男 A 君、改め秋川風雅さんと気が合うのは、やはりお互いに芸術を極めんとする心意気でしょうか。お互いに仲がいいからだと思います。秋川風雅さんは芦田愛菜さんの彼氏ではなく男友達であることが明かされました。二人の仲の良さの背景には、二人が共にハイレベルな芸術の道を歩んでいることにあるのかもしれません。秋川風雅さんは3歳からピアノを習い始め、以来毎年ソロリサイタルを開いています。その技術力は早くも関係者の耳に届いており、6歳で日本フィルハーモニー管弦楽団と共演、さらに12歳で東京交響楽団とも共演を果たしておられました。その時にはショパンのピアノコンチェルト1番を弾いたと聞いています。思えば芦田愛菜さんも6歳になる年に日本テレビ系マザーでの虐待される娘役の熱演がブレイクにつながっています。同じ年に第一線で活躍する大人たちに混ざって存在感を示していたお二人、その苦労を分かち合える相手というのはそう多くはないでしょう。それゆえ高校時代も仲良く過ごしていただきたいところでしたが、秋川風雅さんは順調に進学というわけではありませんでした。音楽の道に舵を切った秋川風雅さんと、ジョイと女優の夢を追いかける芦田愛菜さん、二人は恋愛関係ではなく熱い友情であり、ある意味早くも別れを経験しているのだ。これも芦田愛菜さんの夢を実現するための糧になることでしょう。しかし SNS が発展した昨今ならば、進学の別れはそれほど悲しくはないのかもしれません。そして秋川風雅さん、2022年現在
主にピアニストとして脚光を浴びておられます。同年2月1日残念ながら中止となった日本シンフォニーコンサートボリューム28ベヒシュタインスプリングフェスティバルへに参加予定であった。以下は2018年のスケジュールです。2018年7月11日来る8月7日に池袋の東京芸術劇場コンサートホールにてベートーベン交響曲第9番テノールソロを務める運びとなりました。ナンバー9不滅の旋律のタイトルはまさにこの曲のことを指しています。ナンバー9では演出のため曲の構成を大胆に改変していますが曲の予習にはうってつけです。第9の有名な合唱入り第4楽章のほかサマータイムカルメン行進曲などの有名曲も演奏され、秋川雅史さんご子息でピアニストの秋川風雅さんもご出演されます。足をお運びいただける方は自分がチケットを取りさせていただきますのでお申し付けください。皆様にお会いできるのを楽しみにしております。この日本シンフォニーとは東京芸術大学教授といったまさに名人たちとコンクール入賞経験者など将来有望な若手が集ったオーケストラです。錦戸親方の奥様としても有名な小野友葵子さんなど名だたるメンバーが顔を揃えておられます。その中で秋川風雅さんが演奏する予定だったのはプロコフィエフの名作ピアノ協奏曲第3番でした。コンクールで人気のある曲の一つでありプロの技を見たいところでしたが来年以降のコンクールに期待しましょう。芦田愛菜さんの主な恋の噂はこれまで見てきた秋川風雅さんで終わっているようです。にもかかわらずジャニーズの文字がよくついています。なぜジャニーズというワードがくっついてよく検索されてくるのでしょうか。その理由は最初の秋川風雅さんが A 君と記載されたあの女性誌報道にありました。実は当時彼のルックスは保護者からのコメントも合わせてジャニーズ系と言われていました。音楽の道を行く最近の写真を拝見すると確かに爽やかなジャニーズ系ですね。小池美奈のツイートにて25日はシューマンコンチェルトでした。改善していける部分が明確にあることは収穫、そして何よりこの音楽が大好きだと確信する日々を過ごせたことが大きな喜びです。お運び応援いただいた皆様、奏者関係者の皆様、心より感謝申し上げます。若きピアニスト秋川風雅さんとお父様の秋川雅史さん、髪の分け目をはじめいろいろな部分が似ています。まさしく親子といったところでしょう。しかしあくまでもジャニーズ系であり秋川風雅さんがジャニーズ事務所に所属しているわけではありません。もし秋川風雅さんに聞いてみたらお父さんのあの曲の一部分のように歌いながらそこに私はいませんと答えてくれるでしょうか。彼自身声楽を勉強しているそうで美声が期待されます。そしてルックス的にジャニーズ系と言われる人とは確かに仲が良く、やはり女子たるものイケメンは目の保養になる可能性は否めません。そこで芦田愛菜さんの好きなタイプにジャニーズ系男子がマッチしているのかどうかを調べてみました。すると意外にもメールをしている最中声を聞きたいことを理由に電話をかけるというシチュエーションに憧れるそうです。またイヤホンを片耳ずつシェアするのも良いと言っていました。やっぱり芦田愛菜さんも乙女な一面を持っているんですね。さて気になる好きなタイプはというと一緒になってはしゃげる人とのことです。読書家の芦田愛菜さんだけに性交うどくの健康な学者さん系かと思いきやどうやら理想のタイプは一緒にいて楽しい人のようです。というのも芦田愛菜さんはご覧の通りとてもアクティブで遊園地でははしゃぎたくなるタイプなのだそうです。芦田愛菜さんは年齢以上の落ち着きがありますが調べれば調べるほど年相応の一面が見えてきてほっとしますね。とはいえ芦田愛菜ちゃんのテンションに合わせられる大人の男性が望ましいということでしょう。ということでジャニーズ好きなのかどうかは分かりませんがこれらの条件に合致する芦田愛菜さんと共演したことのあるジャニーズを探してみました。それは木村拓哉さんです。実はタウンワークの CM で共演した際にお互いにアドリブ合戦を楽しむなどお互いの信頼関係を築いていたようです。木村拓哉さんに妻子がいなく年齢差を気にせずお互いがその気になれば芦田愛菜さんの理想を叶えてあげられる人ではあるのでしょう。そんな慶応義塾女子高等学校に通いながら女優としても活躍する芦田愛菜さん、まさに文武両道という言葉は
芦田愛菜さんを言い表すためにあるのではないでしょうか。芦田家は愛菜さんだけでなく祖父の代から優秀な経歴を持っていることが分かりました。次は芦田家の祖父と家族にまつわるエピソードを紹介したいと思います。また2020年の秋から家に迎えた猫が可愛くてたまらないそうです。そんな愛猫小春ちゃんとのエピソードについても調査しました。実は芦田愛菜さんの祖父は三井住友銀行の会長を務めていることが分かりました。お名前は芦田明光さんといい、株式会社商船三井代表取締役会長という肩書きなのだそうです。もともと芦田明光さんは営業職として商船三井に入社したそうです。44歳の時日本選手協会の秘書に任命され、以後会社の経営に専念し現在の会長職まで上り詰めたと言われています。孫の芦田愛菜さんが若くして芸能界で着実に地位を確立しているのも祖父の生き様が引き継がれているからかもしれませんね。芦田愛菜さんの祖父の経歴を紹介しましたが、芦田愛菜さんの父親もまた素晴らしい経歴の持ち主でした。芦田さんのご家族は父親と母親、芦田愛菜さんの3人です。父親は三井住友銀行の支店長を務めていると噂されています。支店名は不明ですが、武蔵野、目黒、世田谷あたりの支店ではないかとの噂もあります。さらには将来の役職候補とも言われているのだとか。エリート街道まっしぐらとはこのことでしょう。もしかしたら祖父のように会長の地位まで到達するかもしれませんね。そして芦田愛菜さんの母親は彼女のマネージャーをしているとの噂がありました。そもそも母親が芦田愛菜さんにオーディションを勧めたのがきっかけで、オーディションを受け芸能生活が始まりました。4歳の時にはすでにひらがなを覚え、幼稚園から月に60冊も本を読んでいた。これも母親の教育の賜物かもしれません。実際に芦田さんが車に乗っていた時、車の後部座席にお母さんらしき人物が乗っていたとの証言もありました。彼女の活躍の裏には母親の全力のサポートがあるのかもしれません。2020年10月9日公開された映画星の子の舞台挨拶にて、芦田愛菜さんは最近猫を飼ったことを明かしました。今では猫に癒されて家にいる時間がさらに充実していますと嬉しそうに語った。飼っている愛猫の名前は小春で、種類はスコティッシュフォールドなのだそうです。家で待っててくれると思うだけで頑張れると小春ちゃんが芦田愛菜さんの原動力になっていることを明かしています。映画星の子の舞台挨拶では、猫を話せるように星に願いたいと可愛らしい願いをこぼしていました。小春ちゃんに自分のことをどう思っているのか、普段困っていることはないか、今の生活は楽しいかと聞きたいことは尽きないそうです。芦田愛菜さんがこんなにも思ってくれているなんて、芦田家に迎えられた小春ちゃんは幸せ者ですね。芦田愛菜さんは兵庫県西宮市出身であることを公表しています。祖父母の家は兵庫県丹波市にあるそうです。 SNS などでつぶやいている地元の方が多く、どうやらこの情報の信憑性は高いようです。そんな地元の方の情報の中で気になるものが見つかりました。なんと YouTube に芦田愛菜ちゃんのおじいちゃんの仕出し店丹波市南町というタイトルで動画が投稿されていました。店内には芦田愛菜さんのサイン入りの色紙やポスターが店内に飾られていました。しかしこのお店は芦田明光さんが経営しているお店であるか、その真相は定かではありません。もしかすると親戚が経営している店という可能性も否定できません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。